三味線されてる方のコメントでですね、煮上がりはご陽気、三下がりは口説きと昔教わりました。あー、ご陽気に口説き、気つながりだね。本調子は元気かな。あー、なるほど、口説き、ご陽気ね、そうね、煮上がりは陽気ですね。まあ、よく言うけど、煮上がり陽気、そうね、確かにね。三下がりね、煮上がりね、こういうのが煮上がりやな。マカショも煮上がりですか。マカショ三下がりだね、でもこう、煮上がりと三下がりって何が違うかって、2と3は同じなんですよ。あ、ね、1がこの音だったら煮上がり、1がこれだったら三下がり、ね、だからまあこう2と3の感じは一緒なので、まあ1を弾いた時にどうかなみたいなことでいいんじゃないですかね。よろしいですか。難しい話になっちゃった。はい、じゃあちょっと押してきてますんで次行きましょうか。もうすぐ20分ですよ。もう押してんの。まだまだやりたいこといっぱいあるよね。それでは答え合わせかな。はい、答え合わせ。私昨日、質問を出しましたっていうのは動画で、この曲なーにっていうことですね。なんだっけ、上を向いて歩いてます ね、 ね、上を向いて歩こうでございましたね。答え合わせ、答えを書いてくれた皆さんありがとうございます。まず上を向いて歩こうでしょう、すずらんさん、それから雪岡なるみさん、直美さんか、雪岡直美さん、上を向いて歩こうでよろしいでしょうか。それからミヤムーさん、ミヤムーさん、はい、松永なんとかという人、あ、これ宮本さんはそのお友達がですね、松永なんとかという人が、あの観音寺っていうところなんですよ、香川県に。観音寺にこの間行ってきた時に、あの志の輔ライブで行ってきて、講座出るんですね。その時にまあお友達が行ってきたくださったらしくて、松永なんとかっていう人が虫と雪のなんとか三味線で弾いて、いや良かったよと。ちょっとした情報でもう一生懸命伝えてくれたってことですね。なかなかの男前やったと。まあそれは、そこが痛いですね。なかなかの男前やったと書いてある。ね、これ師匠の字ですけど、師匠の字。本当ですか。そうそう。でもこれはね、なかなか僕の講座っていうか、その要は志の輔落語の志の輔独演会ですね。のこう、あの東京以外でやるところにはよく一緒に行ったりするので、その時には 10分15分こう舞台に出てやるんですね。それはなかなかこう、なかなか自分で言うのもなんなんですけど、そのレアなんですね。あんまり東京ではやらないですから、レアなことで見ていただいてありがとうございますね。観音寺でございました。うどん食べて帰りましたか。うどんね。ミヤムーさんありがとうございました。あとそれから正解してくださったら、タカーズさん、渡辺康子さん、渡辺康子さん、哲九郎さんの越後獅子を聞いてお稽古していますと。ありがとうございます。それから榎本香織ちゃん、すき焼き、すき焼きね、確かにね、上を向いて歩くすき焼きというのでビルボード1になったということで、ね、こういう古い話をするといなくなっちゃうでしょ、みんな。ね。